どうもヨネチャンネルです。今回はですね、北海道札幌市の、北区にあるですね、住宅街の、今のですね、雪の状況をちょっとお伝えしたいと思います。はい、今これ、線路の下のですね、アンダーパスを通って、くぐり抜けたところなんですが、これはあの1月ですね、10日の撮影したものなんですが、今年はですね、やっぱ雪が非常に多いんですね。12月の10日過ぎぐらいまではですね、もう全く雪がないぐらいな状況でですね、あ、今年楽でいいなって言ってたんですが、その後あのドカーンと降ってですね、さらに年末とかですね、年末年始もね、かなり降り積もったんですね。で、一旦少し落ち着いてはいたんですが、それでもね、こちら両サイドね、雪山かなりありますけど、実際ここの道、今ね、対向車と1台ずつ車すれ違える状況なんですが、本当はここって2車線ずつ、片側2車線なんですね。で、車が、4台並ぶ幅が本来はあるはずなんですが、雪山でですね、今このように非常に狭くなってます。はい、でこちら曲がったところがですね、こちらは中、いわゆる中通りというかね、本当にもう住宅街の中の通りになるんですが、もうこちらはね、車1台しか通れません。本当はね、1台ずつすれ違えるんですが、で、交差点来るとですね、信号ないような交差点なので、もうね、ちょっと頭出して、またちょっと頭出してですね、左右車来てないか、相当慎重に確認しないと、もう雪山で、見えないんですよね。はい、で、ゆっくり曲がった後はまたね、左右はもう本当に雪山状態というこういう今状況になってます。はい、これがですね、1月10日の話なんですが、排雪とかですね、除雪もそれなりには進んでね、これまだきれいな感じな状況なんですが、実は本日ですね、1月12日、北海道ってさらっとした雪が降ることが多いんですけど、3月中旬ぐらいのね、湿った、じめっとしたね、重たい雪がね、昨日の夜中から降り積もりまして、今朝ね、朝起きたら、私のこの車、埋もれて見えないぐらいに積もってました。で、本日はですね、雪跳ねは家の前とですね、店の前に2時間半ぐらいやりまして、もう汗だくで疲労困憊になりましたので、今日はね、早く寝たいと思います。はい、雪はもういらないです。ご視聴ありがとうございました。